渡せません。そう言われたの。あれがあんなこと言ったんだよ。悪魔が乗り移ったみたい。なんだよ、殴りてんなら殴れよ。あなたの足音がさった、その日から壊れた階段にはもう冬の光もささない。行きなさい。あの子と戦ってきたのは私よ。武田先生の処方箋通り守ってきて、一番辛かったのは私よ。あなたは何度武田先生のとこ行ってくれたんですか。と言ったって俺には仕事でしょ、分かってますよ。今日から門限を決めましょう。10時までに帰らなかったら1分を過ぎても鍵を開けないようにしてください。だって鍵かよ、出ろよ。いくら蹴ってもドア開けないぞ。